毎度、ご視聴どうもありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げるのに疲れてきたゆっくりまみぞうせ。今回は2021年度常葉大学の高校別合格者数の発表です。一般入試の合格者数じゃな。はい、読み上げスタートです。第30位沼津市立沼津高校。第28位伊東高校。浜松市立高校。第27位吉原高校。第26位富士宮北高校。第25位沼津東高校。第23位伊豆中央高校。静岡学園高校。第21位三島北高校。沼津西高校。第19位浜松湖東高校。富士宮西高校。第18位静岡市立清水桜ヶ丘高校。第17位富士東高校。第15位清水東高校。袋井高校。第14位島田高校。第13位藤枝東高校。第12位韮山高校。第11位掛川西高校。第9位浜松湖南高校。藤枝明誠高校。第8位浜松南高校。第7位会津中央高校。第6位静岡東高校。第5位藤枝西高校。第4位灰原高校。第3位浜名高校。第2位静岡城北高校。第1位静岡市立高校。はい、ここまでが常葉大学の合格上位の学校となります。それでは、またのご視聴。お待ちしております。